おはようございます。おしゃれ企画持ってきたね、お前。いいんか？大丈夫です。視聴者の皆さん、うちの編集長発案ですよ、この企画は。マッチョを今日午前中撮る予定だったんですけど、工程が組み立てになっちゃった。そうです。で、実習生と多分3人セットと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと忙しいから、はい、まあ、ちょっと撮影ないなっていうことになっちゃって、俺は何も言ってないよ。そうですね。ただうちの編集長が、はい、それが企画になりますよ。お前悪いやつだな。これはちょっと利用させていただこうかなと思って、うん、で、まあ多分マッチョ、ああいう性格だから、はい、絶対不定のなるほど、はい、最近不定だろ、よく不定ます。なんで僕歩み寄ってます、最近。歩み寄ってこうと思って。うるせえ兄に。あいついけねえけど、ちょっとしなくて。あんまり乗り気じゃないけど、リュウジが切れるところは見れるんじゃない。初っすね。でも切れんだろ、あいつは多分。ああ、切れないっすね。ちょっとするって感じだ。はい、じゃあもうほんと無理っすね。マジやらそう。ははははとか言って、リュウジもやめて、そうだろう。ああって言って、そんな感じだろう。そんな感じですよ。ああって、なんか、そんな感じですね。あの、イケメンカンタだったら、まあなんか笑いながら協力してくれるじゃん。あ、なんやかんや。そう。はい。組み立てって言ったって、お前がだろ。取材行く前に50ぐらいで戻れるだろ。そうですね。ちょっと雨だと今日大変かもしれないな。はい。まあ、じゃあ雨の中突撃してみるか。お願いします。現場突撃。最悪あいつが消えてきたら俺の消えた。はい、それはもう大丈夫です。動画的に OK。 OK です。おいしい。編集長おいしい。ラッキーって感じですね。編集しがいがある。一石三鳥です。行ってみようか。じゃあ、はい、まあ、一応俺も人の子だでよ。はい。テンション上がらんわ。人を傷つけるのが嫌だから俺。え？人を傷つけるのが嫌なの俺は。そうですね。社長は綺麗な心の持ち主なんで。人だけは傷つけたくない。はい。そうやって生まれたもの。一番嫌ってますもん、社長が。人を傷つけることだけが嫌だって。俺はもうただそれだけ先の抵抗って生まれていた。はい。本当にもう菩薩の化身みたいな。菩薩の化身みたいな。気が引けるわ。気が引けます。なんか僕も申し訳なくなってきました。うちの若い衆すぐ足に怒るで。怖いで俺。本当。まんまにやっとったら俺社長的になってまうで。でいや、結局悪い顔してますね。菩薩のコバちゃんです。菩薩のコバちゃん、よい。お疲れ様です。まだ来たんか。来ちゃったよ。やばい。時間ない。来ちゃったよ。時間ないぞ、マジ。もう今日かけかけ2件っすからね。かけかけ2件。もう余裕やんけ、お前4人も。この家の狭さ見てほしいです。家の狭さ狭いほうが顔引きずってるんですよ。顔引きずってるんですよ。マジで今日やばいですよ。マジでやばいって言ってたから知ってるよ。そんなことは知ってる。聞いたんだから俺。ごめんなさい。お前やろ、お前。さっき電話して俺無理だぞって言ってば本当に。家が両方とも狭くてでかいから、うんうん、マジで勘弁してくれっすよね。うん、ふざけんなよ、おい。え、何帰ってください。帰らない。本当にやばい。もういいっすか。無理。また俺叩かれるな。何言ってたの。もっと暴走族時代の話。もっと暴走族時代の話でいいやじゃん。暴走族になるぞ、ね、今。お前もうこの会社帰れなくなるんだよ。一回俺が言ったよね。編集長がいたよ。リーさんマジ無理って言ってる。どうします、撮りましょうよ。もうあの時間がいいもん撮るまでは。もうちょっと切れるかな。また切れるし、電話がかかってきて、切れるとこないですね。僕のこと見る目が怖いです。持つやんこれ、切れんし。まさか持つ、これ使えそう。使えます。うそ、あとで伝えるんで。お前どこまで行くちゃんと。怖い。さっきが久保です。えっ、やこれ。はい、よくも現場に来てくれたな。行ったんですよ、社長に。嘘つけ。いや、マジっす。ちょ、ひゅうじくん忙しそうなんで、うん、今日ちょっと無理そうっすねって言ったんですよ。社長から帰ってきたことはない。いいよ、行こう。そして、お前が。わかりました。ぶっ殺すぞ、お前。だって意味ねえやんけ、お前。ちょっとお詫びといてはなんですか。うん、マイクロファイブワークですね。お詫びじゃねえがや、それ。粗品。粗品じゃねえ。社長に頼んでんすね、今日。おい。それお詫びじゃねえだろ。そうします。楽しみきやがってよ。すいません。
もうちょい早く終わるかなと思ったら、こんな時間まで上がっちまったんや、意外。すいません。ちょっと、落とし前つけてくれるか。流れるもいっぱいあるか。はい。すげえ怖い。お前が笑って、くっさらん。いや、やめた方がいいですよ、僕に投げるのは。なんで死人が出るんで。いいよ、いいじゃん。手で燃やすとかで、お前そのまま燃やしといて。そしたら骨も何も出てこんだよ、お前。テトラポットの方がいいらしいですね。意味か。ダメなんですかね。最終的に骨とか残る。あ、そうなんですか。いつでか、すごい。あの、鉄とか燃やしといてから。はい。あそこで言って骨ごと全部燃やしといて。悲しいっす。そしたら、何もできん。痕跡もない。悲しいっす。そしたら、お前一生迷子だわ。平和に行きましょう。怒ってます。怒ってない。もう疲れた。よかった。よかった。頑張ってね。仲良く行きましょう。怖い。怖い。てか、仲良くしようねお願いします。夜道は気をつけろよ。おこう、こうの間か。はい。こうだけの間か。そうだけなんですよ。でもこうやって、パーン、パーンってのが迫力あるよ。迫力っすか。じゃあ、パン、パンにします。まあ、殴られたことある。殴られた方がいいよ、多分。経験経験必要なんでしょ。え、なんで腰落としても関係ないから別に。いい、痛い。何もやってねえの。そっち側に殴られず、パチッと落ちる。痛っ。え、何も力お前それ弱いぞ。大げさだって。もう一回もう一回。ケイジ君耳はいかんすよ、絶対。ほんとやばい。耳が入っちゃう。よく言うから、私シュッとできるから、ずっとパッと目つぶってくるよ。目つぶってくるよ。痛っ。何もやっていい。今日は送られて。いい。なんでなんでつってくれるやつ。やめてくれやつ。ちょっとつけないでくれます。なんでだ。じゃあ無理無理。目つぶったらいいんじゃない。はい。痛っ。ちょっと弱めぐらい。3割ぐらいですね。本当気でやってくれみたいな感じですよ、今。 YouTuber 的な。あるもう YouTuber だろ。僕 YouTuber じゃないです。何 YouTuber です。 YouTuber だろ。いいな。はい。はい、目開いてる。目開けてきます。いいの。はい、やるよ。はい。いいな。いいな。痛っ。全然痛く見える。カーティー、音が外から来て。今日はすいませんでした。許したろ。また見てね。